こんにちは。 IAS インターネットアナウンサースクール講師の大竹です。今日はですね、作業が滑るという現象ですね、これについてお話ししていこうと思います。まあ、前半戦はこういうのが作業が滑るっていうことなんですということと、後半戦はその対処方法ですね、これについてお話ししてまいりたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。この作業が滑るっていうのはどういう現象なのかっていうと、まあ一言で言えば下の動きが弱いんですね。だから左性指数セソサソが左性指数セソサソ聞きづらいですよね、今のね。だからこういうことが現象としてあります。で、例えばですね、これ見てもらえば分かるんですけれども、諸社山の社僧正、諸社山の社僧正ね、それからお茶たちょ、茶たちょ、チャットたちょ、チャタチョ。言いづらくないですか？自分でもちょっとやってみてください、これ。ね、ちょっと言いづらいと思います。ね、そういう人は特にこの作業が滑ってるということなんですね。で、私の場合はですね、アナウンサーの専門学校行ってた時に、ちょっとやっぱり今作業滑ってるよっていうふうに先生に言われたんですね。作業が滑るってどういうことなんだろうと思ってね、よく分かんなかったんですけれども、とにかくこの諸社山の社僧正っていうのが言えない、諸社山の社僧正なんつってね、それからお茶たっちゃうこんな風になっちゃうんですよ。だから下の動きが弱いっていう、気がつかないですよ。だから自分ではもう安心して作業なんか全然弱くないよっていう人がですね、原稿を読む、まあ、録音してみるということなんですけれども、それでね、録音してから初めてあれなんか作業変だなっていうのが分かる。ところがね、もっともっと手前の人はそれすら分からないんですよ。気がつかない。我々ね、 IAS インターネットアナウンサースクールの、まあ、講師、この講師に聞いてもらって、それで作業って滑ってますかって聞いてもらうと、大体もう、あ、ちょっとそうですね、作業弱いですねとかいう話になります。で、だからやっぱりね、そういったところの気づきがまず大切なんですね。で、対処方法なんですけれども、対処方法はですね、簡単に言うと意識することだけなんです、対処方法はね。で、それだけではちょっと難しいんで、私入社して先輩のアナウンサーにも言われたんですけれども、ゆっくり読めって、諸社山の社僧正、これでも早いんです。諸社山の社僧正、ね、これだと一つ一つ出てって綺麗に聞こえますよね。これをだん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 早くしていく。諸社山の社僧正、諸社山の社僧正、ね、こういうふうにしてどん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 早く読んでいくっていうことが非常に大切、ね、それを今度は反復練習するんですよ。何度も何度も同じことを、同じものを読んでみるっていうことですね。で、これが大切なこと。あとはもう一つはやっぱり意識でしょうね。IAS でこの作業が弱い人なんかには、もうとにかく徹底的にこれもう一回もう一回ってやりますね。それで覚えてもらう、体得してもらってるんですね。で、そうするとやっぱり全体的に原稿を読んだ時も綺麗に聞こえるようになるんですよ。で、私の場合はね、作業だけじゃなくって他行も弱かった。だからここに書いてあるんですけれども、お茶立てさせたさも立てさせたし、これは作業と他行が弱い人には本当にいい練習になります。で、前もね、動画でね、他の動画で話したと思うんですけれども、1日大体1000回ぐらいですかね、で1ヶ月続けると結構強くなります。で、ウイロウイリなんかやってもね、とてもね、楽に読めるよ。お茶立てさせたさも立てさせたし、ね、これなんですね。これをまあ練習すると、他行が弱い人も強くなってくる。下の動きがとにかく強くなるのと、あと顎の動きですね、タタ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 っていうの、これも強くなりますので、そうするとつまり作業が聞きづらいっていうのもそうではなくなってくるわけですね。これちょっと頑張ってやってもらいたいと思います。だからまずね、気づかなきゃいけないんで、今もう IAS ではこの無料のカウンセリングやってますから、その時にちょっと聞いてみてください。作業が弱いかもしれませんけども、どうでしょうかとね、言うと、あ、ちょっとやっぱり作業滑ってるかもしれませんよね、そういうふうに言われるかもしれない。そうしたらやっぱり気づく、
ね、気づいてあとは練習をするということなんですけれども、まあ、この IAS はですね、アナウンサーになりたいっていう人はもちろんそうなんですけれども、その他にね、プレゼンテーションをやってる方とか、それからそうですね、電話のオペレーター、それから朗読ナレーター、このスクールで受けてみたら、あれ、やっぱり声優がいいんじゃないんですかって言って、声優の道に進む方もいらっしゃいます、ね、だいろんなところで気づきがあるわけですから、まあ、この無料のね、カウンセリングを受けて、それから、まだまだ基礎的なところがうまくいかないなと思ったら、基礎習得を受けて、それからパーソナル、1対1でね、ズームを使って講習を受けるというのがいいんじゃないかと思います。とにかく目的に沿ってね、この IAS っていうのは指導しているんで、いろんな方いらっしゃいますけれどもね、もう忌憚なくね、ご相談ください。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。